ある朝。お腹すいたなぁ。こんなことなら朝食抜いてくるんじゃなかったら。そんなあなたに、美味しいカップラーメンはいかが？え、もしかして私にくれるの？うん。今さっきコンビニで買ってきて、お湯もちゃんと入れておいたの。もう3分経ってるから、すぐに食べられると思うわ。ありがとう。タミオって意外と気が利くのね。まあ、たまたまタイミングが良かっただけなんだけどね。でもこれ、ラーメンにしてはやけに麺が白くない？だ、多分気のせいよ。それより早く食べないと伸びちゃうわよ。いや待って。これ、ラーメンじゃなくてたぬきうどんじゃん。はい、引っかかったー。え、じゃあさっき持っていたずらだったの？うん。普通にうどんって言って渡しても面白くないから、ちょっとひねりを聞かせてみたの。まあどっちみち美味しいし、ちょうどお腹空いてたところだったから本当に助かったよ。後でラーメンおごってあげるわ。いたずらでこんなに感謝されたの初めてだわ。